市内の書道団体、水曜会の書店が、河野美術館で開かれていて、310点の個性豊かな作品が、訪れる人たちの目を楽しませています。水曜会は、市内の書家、友近五遊さんが主催する書道団体で、門下生などが日頃の研鑽の成果を発表する場として、毎年1回、こうした書店を開いています。61回目となる今回、会場には今治を中心に、新居浜、西条、京都、長崎、大阪、香川、高知から出品があり、5歳から85歳までの個性豊かな作品310点が並びました。作品は一般の部と学生の部でそれぞれ審査が行われ、一般の部最高賞の大鑑賞や学生の部最高賞の芸術大賞をはじめ、特別賞、秀作賞、水曜会賞など出展作品すべてに賞を授与。今回、一般の部大鑑賞には新居浜の教室で指導する書道歴50年藤原博路さんの作品が輝きました。行の頭を揃えないチラシ書きで源氏物語の一節をしたためたこの書、変化とリズムを生み出す文字の大小や女性らしくしなやかな線、そして構成美や墨の濃淡による遠近感など巧みな表現技法が取り入れられています。学生の部芸術大賞を受賞したのは、愛工高校2年、西川桃子さんの心を清少に寄す、心を潔く高尚な境地に寄せるという意味の言葉です。草書を巧みな筆遣いで書き上げていて、文字の収め方にうまさが光ります。主催の友近さんは、心のこもった一点一角は、長年の精進の賜物と評します。また学生部門で大賞を受賞したのは、悪戦苦闘、今治北高校1年藤井由良さんの作品です。筆の勢いが一貫して感じられ、流麗な仕上がりで、名前まで丁寧に美しく書き上げていることが、心を込めて作品を作っていることの表れという友近さん。子どもたちの書を前に、これから将来に向けて純粋さを失わず、書も心も立派に磨いていってほしいと話していました。61回という長きにわたって継続してきた書店については、紆余曲折、苦労をして今があると振り返りながらも、友近さんは好きなことだからできると語り、目を輝かせます。会場には墨や紙の材質、自作の筆、字体のアレンジなど、作者が創意工夫して書き上げた前衛的で個性豊かな書が並び、訪れた人たちは見応えのある作品をじっくりと見て回っていました。第61回水曜会書店は14日まで河野美術館で開かれていて、11日と12日には主催の友近さんなどによる作品解説会が開かれます。